ダックワーズにエッグノックムースを重ねたケーキ日本で売られているダックワーズ日本で初めてダックワーズを販売したフランス菓子16。ダックワーズとはアーモンド風味のメレンゲを使った焼き菓子。語源はフランスの温泉法容地ダックスに由来する。19世紀末に存在したアンリ4世というお菓子が素型と言われ、このお菓子のスポンジ状の生地を改良したものがダコワーズであるとされる。 元々、アントルメの訂正地として、クレームオブールを塗って、複数枚を積み重ねる形で使われており、生菓子としても使われていた。小判型のものは、日本生まれであり、外側がパリッと、中はしっとりしているのが特徴。福岡市上水通の菓子店、16区のオーナーシェフ、三島隆夫が、パリ16区の菓子店、アーサーのシェフを務めていた1979年に、 考案した。これを和菓子の最中に相当するものにできたら、新感覚の焼き菓子ができるのではないかと考えた。彼は試行錯誤を繰り返し、1981年、福岡に店をオープンするとき、この菓子の名前を、本来のフランス語の発音である、ダコワーズから、響きがいいようにあえて、ダックワーズと変えて売り出した。現在ではフランスでも、小判型のダックワーズが売られている。 ありがとうございます。